はい、どうもこんにちは。はい、こんにちは。やってました。今日はなんと足立くんの大変身企画をやっていこうと思います。なんと今日足立くんが変身する人は超有名、誰もが知ってる、うん、BTS のテテ。企画で終わったかもしれない。いや大丈夫、絶対終わった。大丈夫。え、いけるの？テテになればいいんでしょ。はい、うん、任せてください。あ、でもさすがに完全にテテは無理なんで、もう顔が違うんで、そもそものなんで今回はこうマスクをした状態で正面じゃなくて、はい、この角度からのもうこの部分限定でテテに少しでも近づけていこうかなっていう企画です。おー、これならまだワンチャンいけるかもしれないんで、今日はやってみようっていう企画です。はい、今それ早速では、本日使うワックスがこちらですね。オーシャントリコ白を使っていきます。このなんつうんかな、白ってこのマットすぎずでもみずみずしくない感じ。はい、だからか使いやすい。僕もいつもこの白でセットしてます。そんな感じでいきたいと思います。あのテテってさ、あのパーマしてる時多いやん。あ、だからそこをちょっと再現しつついきたいで、まずこの全体的にっていうか、もうここを出す、ここだけなんやけど、このワックスをちょっとなじ揉み込むようにつけていこうと思います。ここですね、ここ揉み込むようにつけていきの、うん、まあ、最初はねこうやってなんかシャンプーするかのようにこうなじませるっていうか風に、まあこっちはあんま見せないんで、ちょっとこっち 重点的にやっていきます。足立はさ、はい、BTS の中で誰が推しやったっけ？僕はね、ナムさんだね。ナムさん、いいっすね。だいたいなんかみんなジョングクとか行きそうやん。うん、そこでナムさん、いいっすね。何がいい？ナムさん、俺はやっぱラップのうまさでしょ。かっこいい。はい、わかる。俺は誰だと思う？ググ。ググ、正解。まあでもググも好きなんすけど、うん、最近ジミンにもハマってる。あるあるか分からんけどさ、はい、やっぱみんな入ってググから入るじゃん、はい、ジョングクから。そっから入って俺もそうやったんやけど、なんかだんだんとその周りの人の良さにこう気づいていくっていうか、そう、普通にはググかっこいいなと思って、うん、ライブ映像とか見てたらなんかめちゃくちゃ目が惹かれる人がいて、その歌声とかそのダンスの、いや、よう分からんけどなんか表現力みたいな、はい、なんかすんごい、この人なんかすんごい惹かれるみたいな人がいて、調べたらそれがジミンやった。あー、そこでジミンさん出てくるな。そうそうそう、そっからこの人なんかめちゃくちゃ魅力がすごいなみたいな、はいはい、でジミンに少しずつハマりました。でも最近はあの今これやってるテテがすんごいかっけえなと思ってきてる。なんかかっこいい、マジでテテは。そんなにかっけえ。横を結構流し気味のこの揉み上げしたらちょっと下ろす感じ、あれかな、ここのここのラインを落としながらここで一気に下に落とす感じで、ここもちょっと毛束感を出すためにネジネジする。雰囲気だけね、雰囲気だけ。テテになるのは無理やから雰囲気だけな、見せたいね少しは。これ足立に似たらもうキャーキャー言われまくるで。本当に？そうや。でもしこの髪型の解説してほしいっていうのがセットの仕方あれば、またコメント欄にでも、ないと思うけど完成しました。横だけ出て結構いい感じにできたかもしれん。ってことでお披露目タイムといきますね。この正面から見てる感じは決して見てないと思うんですよね。こっから見た角度、この角度で見るとさてどうなるか。では行きましょう、お披露目タイムです。はい、はい、とではお披露目まで皆さん準備はいいですか。いきますよ、テテまで3、2、1。はい、どうですか。ちょっとこの横のこの角度、本当にここの角度だけ、ここだけもう一瞬だけでいいんで、もう雰囲気、はい、これテテがやってそうな髪型みたいな、どうすか。はい、そんだけです。はい、終わりです。
はい、では、以上になります。結果、まあ、無理ですね、これは。うん、無理でした。あの角度だけいけるかな、心の部分だけでももういけるかなって思って撮ったんですけど、無理でした。やっぱあの世界的な有名で一番もう世界でもイケメンって言われるレベルにはもう無理ですね。できんね。もうここだけでも無理っていう。無理だったね。無理でした。まあそんなことは分かってないけどね。ああ、ちょっとでもそれに近づいてみたいなっていう願望からちょっとやってみましたけど、希望は消えたよね。消えましたね。はい、という感じで、ちょっと期待させてしまった方々には申し訳ありませんでした。じゃあ改めて、どうもすみませんでした。という感じで、今日の動画を終わりたいと思いますので、またぜひお会いしましょう。ありがとうございました。